ごちそうさまです。ごちそうさまです。これは、あの、いつか言わなきゃいけないなって、言おう言おうと思ってて。ちょっとだいぶ遅くなってしまったんですけど、ちょっと今日は。犬飼ったんですか。言わしてもらおうと思います。犬飼ってないです。犬飼ってないです。はい。あの、ドラマは。えっと、これ言っちゃなんだね、なんだよと思うかもしれないけど。は一話が一番面白いと。いう。ことを。あの、なんだろうな。 言っていきませんか言っていやいかないです何ですかそれ <laughs> どういうこと <laughs> 一話が一番面白いって言ったらあかん空気ってあるもしかして、はい、えっ、ー、とね空気はないねんけど、うん、まずはその空気存在しないってこととそういう話の題材もまあ別になかったんじゃないですかねまあこれまではっていうと、うんはい、なんか次も楽しみですね、はい、2話目も3話目も楽しみですね、はい、っていうことを割と言う。 YouTube とかで感想を <laughs> まあ1話目の話はそうなります、ね、なんかね <laughs> 終わりはね、はい、でだいぶ多くの配信者もその姿勢を取ってると思うんですよね、はいまあ、自然とそうなるでしょうね、うん、はいでも1話を見た段階で1話だ次があるっていうのもまあ不思議な話やし 不思議な話じゃないですか不思議な話ではないですけど、はいうん、だから次を見ない一話の、うん、感動的に面白くてはい、はい、次は見ないよっていう姿勢で話すことがあってもはい,、はい、いいとすら思っいいとすらっていいと思うしあそうなんですか今日いやまあでも聞いてる人聞きづらい今日なめちゃくちゃ面白かったねってもう、うん、いやーでも 見たいな <laughs> 次も見たいなってなってるわ今俺。っていう話はちょっとややこしいけどね1話の面白さをちょっとこうなんだろうな。 実はあるじゃないですか、1話の面白さって。一話 1>, 1話が一番面白いやん、<あ>ドラマって。1話が一番面白いでしょ。ああそうですかね。うんうん、いや、そうかな。まあまあ、1話も 1> 1話と2話どっちが好きいや、1話と2話やったら1話の方が面白いと思いますよ、うん。そうでしょう。はい。まあでも、一番面白いかって言われたら、うん、そのドラマの中でですよ、ね。はいはいはい。1話、うんまあ、最終話が一番好きですけどね。まあ 多分七話七話も多分面白いこと思うけどなんかこう七話はそのそのドラマによって違うやろうからちょっとイメージつきづらいわその一話はそらそのドラマのその始まりやからまあそのなんかワクワクするような感覚もあるっていうのはわかるのとあと最終話はまあいろんなもののなんやろうな今までそうどう結末を迎えるのかっていう今までの振りをねっていうのを楽しみがあるからなんか比較しやすいけど七話は無理。 んかそのでも最終話は結局こう、はい、なんだろうなそうい,いろんなことを考えた上で、うん、全員が納得するようなものではないし、うん、なんだ余白を残した方が良かったりもするじゃないですか、うん、最終巻一番最後のシーンってまあまあまあだからそこがんかな明確に終わり人生終わりっていうことはないやん。<laughs> その人は人生が続いていくしそこに何だろうなちょっとなんかこう現実味からちょっと目をそらす感じというかがないはいって言ったけどわから現実味から目をそらす感じが恋愛ドラマで最終回の最終,の最終で結ばれてはい、はい、じゃあ、えー、とカップルになってみたいなそこから楽しい。 生活が結ばれたみたいになってもさそこからはいろんなことがあるわけやんかそこを匂わせつつも匂わせるっていうか感動的に終わらすっていう形やと思うんでけど大体がそうですよねでもそこは現実では実は違うから違うっていうのはいろんなことが今後もあるわけじゃないですか人生は続くわけでそう考えるとやっぱ1話の方が より一話ってつかまなきゃいけないしよりたくさんの人にその設定であったりとかキャラクターを認知させる必要もあるわけですかそうですねで次にも気になるみたいなそうですねだからより強いシーンっていうかこのキャラクターってこういう人ですよっていうふうにとそと分かってもらうためにより印象の強いシーンが多いのかもしらんすね知らんでしょかもしらん今思うとだから結局えっと一つの気に入ったドラマを 10話見るぐらいやったら1話を10本見た方がいいと思うんですよね人間的には1話を10回見るのいや違うドラマドラマは2023年秋ドラマたくさん始まったじゃないですかそれを1話を全部見た方が一つの気に入ったドラマを全部追いかけるよりもいいと思うんですよああ1話目が楽しいということうん いや自信はないよ <laughs> ないんかい <laughs> ないんかい俺 <laughs> はな。そうですよ。うん、いやまあでも大変じゃないですか。キャラクター登場人物も多いしさ、うんい。一本のドラマでもキャラクター登場人物名前覚えるの。なんで俺キャラクターって言って登場人物っていうね同じことを2回言ってる <laughs> <laughs> 名前とかを覚えていくのがやっぱ結構大変やから、はい、こう数が増えるとまあ2は見ないと覚える必要はないけど、ね。それだけ大変になるなっていう気はするんですけど。だから2は見ない まあそりゃそうやけど 2>,、うん、2は見たくなるやつを探すために1は見るんじゃないんですか そうういこと2話を見るために1話見てる2話をだから3話2話三話4話とその今期の楽しみを探すために1話見るみたいなそれはあるやろね自分が今期何を楽しめるのかそうこの3か月この自分を楽しませてくれるチャンネルはどれって思ってチャンネルどれって思ってつけてるっていうのがやっぱあるから1話目を見るっていうのが結構あるのかなと思ってるんですけど じゃあいや,いやに近いんか一話はまあ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 どう売れっていう感じかだから面白くないもの自分の中でね、うん、ああんまり面白くなかったなっていうこともやっぱ起こり得るわけですよね、うん、そうですねではいはいそうですね、うん、かもしれないね <laughs> そうやんな、うん、かもしらんでもまあドラマって難しいよねそういう意味でいうとこう一話を見た時に何、うん、だろうな面白いと、はい、テーマも面白いぞとはいはい すごく面白いなリアリティもあるし作品としても面白いぞただ別には見たくないぞっていうこともあるじゃないないか。ありますいや例えばさ1話見たときにあれあんまりちょっと好みじゃない面白くないなでもめちゃくちゃ気になる終わり方してるから。 には気になるあ,とそ,れあそれああるるそれ、うん、それれ結構ある、ね、それと面白さって絶対に比例することじゃないでしょ、うん、2>, 2番が見たいかどうかああまあそうかだからまあ1回だけで面白かって、うん、でまあ別に続き絶対見たいわっていうほどじゃないやつもあるねあるはある。 <で>めちゃくちゃ1話面白いけどい,いややったら見ると思う今日ねやっぱ2話も1話めちゃくちゃ面白いのはさすがに2話も見ると思う続き気にならなくしてても、ま、全部解決しててもあ全部解決してても、うん、まあまあ好き解決してても1話完結型やったとしても、うん、めちゃくちゃ面白いなら2話も見るかな、うん、でまあその結局その1話の方が面白かったやんっていう印象になったりしたら3話目ちょっと飛ばしたいとか 1>,、うん、1話完結型やったそういうのもあったな確かに。 そうだよね。あるあるあるにはあるね。一話の面白さと全体通しての面白さ。必ずしも一致しない場合もあるけども。どうですか。うん、まあ、今のはあのオープニングトークとして。あ、長いね。長、い今期。一話。はい。どれが一番一話キングでした。一話キングですか。一話キングか。 1一話キングで言うと全部は見てないとは思うんですはいはいはいそうですねあ僕全然全部は見てないですよ、うんうん、そうやなまあでも話したけど、うん、まあ一番好きな花は結構1話で面白かったなって,思い,て思いました1話キングですか1一話キングはそうですね自分の1話キングは一番好きな花になるか、うん、まあ下克上球児も面白かったけどね一話<ー>1話ああんかめっ、ね、ちゃ見やすかったなって感じしたけどちょっと2話気になるよね ちょっと、そ下克上球児はさ、<laughs> うん、普通に面白いなって思うところと、うん、あの、なんやろ、めっちゃ、2話を気にならすためだけみたいなシーンがあったりもするな。あ気になることは残してる、ね、そうそう、残してる。うん、いや、まあ、めっちゃ気になる。まあ、でも、2話見たら分かりそうな感じするな、あれ。ああ、そうなんかな、うん、なかもでもそもうだって犯罪じゃないですかって言われてたよ、破<ー>国で。いやいやいや だからまあ、多分ううなんやろうなって思ううじゃあ3話も気になることがあるんじゃないあるんかな、まあうん、新たに出てくるみたいなことなんかな、うん、なんかまあでも、あの先生が犯罪じゃ済まないですよ <laughs> 3話で3話の予告、<あー> <laughs> で4話で、もう刑務所行き、<laughs> 出れま5話ではもう警察に言いましたから、<ー> <laughs> 6話の予告、<laughs> 出頭しろ。<laughs> <laughs> 徐々に徐々に逮捕されていく話ではないですよ。多分ではないですね。<laughs> でだって、まあ、その後、はい、あの腰にね引き取ってるのね,ね監督としても見てるからね。はい、だから下克上求人はもう結末というか、うん、まああのどうなるかっていうのがもう2年後3年3年2年後かのえー、っとところが描かれてるからもう分かってはいるんですけど、うん、これ実際にあった話っていうのがでかくて。 実際にあった話で、そんなに強くない高校をあっこまで生かすっていうことがあるわけじゃないですか。うんうん、だからそれが、えっと、実際どういうもののモチベーションの上げ方とか生徒のとかいうところが割と実はあの、うん、面白くて勉強になって見れるんじゃないかなとも思ってるんですよ。勉強になる,勉強になる、うん 自分が先生になって野球部の監督になった時のああまあそうだねそこだけがそれだけならわかるよっていう勉強になるなと思ってだからもしものもしもの時のためにね僕見とこうかなとも思ってますしえっとまあでも一話の時点で面白かったなっていうのが下国上球事はありますかねあれですねなんすか。 なんか年齢の割には夢見れるんやな、お前。全然関係ないよ、自分自身は。ドラマ見てる間は。自分自身なんか関係ないし、自分自我なんてないよ。でもなんかこう、もしかしたら、もしかしたら俺だってこの立場になるかもしれないと思いながら見るのが楽しいじゃない。なるほどな。それまた違う見方かもしれない。自我をどう持つかっていうのはあるよね。本当にあった話っていうのはあるから、まあだから、 だから、とそと人間を知れる部分もあるんじゃないかなとも思ってますね、下克上球児に関しては。そうですね、矢や、島の自分が野球部の監督になった時に絶対役立つと思うんですよ、これって。だから、そこはよくわからないですけど。なんでよくわからんの下克上球児っていう題材でドラマやってて、甲子園まで行ったって言ってて、で自分が野球部の監督になった時に、役立つやろ、絶対。なんでまあ、そうだね。まあ、高校に限らずね、野球の監督。 いや、高校に限りますよ、これ、高校の話やねんからさ。お前が高校野球の監督になることって、まあ、ないとは言わへんけど。ないことはないよ、絶対。ないことはないけど、あることないよ。ないことないよ。あることはほぼないいや、あることないかもしれんけど、ないことないから。まあまあ、そうやな。だから、あるよ、本当にそうなったら、やっぱり。ある、ある。可能性はね。可能性あるから。あるけどもさ。そうですね。だから、そういう意味では、やっぱこう、まあまあ、そうですね。 9時に間に合うように家にヘッドスライディングして帰りたいですね、<あー> <laughs> 玄関に。心配される8時59分ぎりぎりヘッドスライディングして、セーフって言って帰りたいところやなと思って、ちょっと見てるところはありますかね。まあ、1話で言ったら下克上、一番好きな花もまあこのチャンネルで話しましたし、面白かったなと思います。うんうん けど、えっと、下剋上球児も面白かったです。両方、うん、一話好きでしたね。下剋上球児は、はい。ま喋ってないけど、はい。その。変わった、はい。あんま普段見ない、はい。まあ。実在。現実を元にやってるからかもしれんけど、はい。あんまドラマ上。はい。作品上、出てこないような人は結構出てくる。ああ。なと思ってて。はははまあ。うん。例えば、誰とか。犬塚。 犬の爺ちゃんのほねはい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 なるほど小日向さんがやってそうそうあんなにこう何だろうな天真爛漫なじじいは見たことないあんま見ないねこうフィクションでも見たことないそうだよっていう謝礼があんまりフィクションでも見たことないからこんな人いるんかとかほんまやね 活躍するからねこの喋り方のじいさん、そしてあの権力者やな、あの権力者の感じ、確かにあんま見ないうどうなり上がったんやと思うよな。ほんまに、まあまあ先祖代々っていうところなんやろうけど。銅像が建てられて言ってたね、おへじの銅像が。だからまあそうやね、先祖代々やから、まあだからちょっとそのドラムスコーク感も実はあるあと監督はね。 ガモン監督やったったけっ名門の南<前>雲の高校の教師じゃん。あ<ー>で今、あの名門校の監督しる。<ー>この人もあんまり見たことないタイプというか、あのその現実ではないよ。<ー>フィクションというか、はいはい、ドラマにおいては。なんか、はい その自分の敵じゃないけどさ、うん、この人のせいで変えられたみたいなちょっと恨んでる感じのニュアンスなんかなと思ったらそうではないしな結構こう、南、はい、雲にこう、うん、優しい言葉かけてくれるしさそうですね、うん、で,でもなんかちょっと無神経なところもありそうな感じもするし,るしだリアリティはより人間としてはあるんだけども <laughs> 確かにね、うん、松平健さん以上賀門監督、うん そうやないやまあリアルやなほんまになんかこの人のなんかいいところも悪いところもありますよみたいな感じはめっちゃリアルやなそしてそれがなんかこの一応敵となる感じのこうこう。 っていう感じもうなんかリアルではあるねそうだねはい、はい、実際の世界って完全凶悪じゃないじゃないですか悪い自分が嫌いな人にも正義はあるしおそ、うん、らくっていうところやから、うん、これがフィクションやったら、うん、我ももっと悪く描かれるもんなそんな気もするしうん、うん、すごくなんだろうなこだわり フィクションだったらね、はいはいはい、フィクションだったら、ねうん、フィクションでこのガモンのままやったらすごくこだわりが強いめっちゃリアルな人間しか描かないっていう人やな <laughs> 意味がなくてね。意味がなくてもだから一番こうそれで言うとなんかあんま見ないタイプは、うん、でも犬塚翔 孫の方なんですけど孫でも見るでしょやあのね、この、ゆうた、ちょっとだけ自分に引きこもるタイプというか、いや、そう、いるじゃないですか。で、わと考えというかさ、いろんなことに、なんか、ナイーブというか、繊細さを持ってて、無視とかしてたもんね、友達のことそうやね、のお、そうじゃんねみたいに言われた時はね、だそういう繊細さを持ってて、実力もある、この手のタイプの人間で、 えっと、高校に入る学力がないっていうのが、うん、なんか <laughs> フィクションとしてもしフィクションであれば全然見たことないんですよ見ないな <laughs> 確かに確かになそう,、ね、そうですよね,そうねあの、まあ、フィクションで、まあうん、いるとしたら、うん、まあまあだからこうちょっとバカな高校入ったんやったとしたら、うん、勉強はしねえっていうタイプはあると思うけどあ 結構多分勉強もしたんやろうの高校入りたせやったもんなそうだってガッツポーズしてたよそうやんな、うん、や,しやなや,やからなんか多少努力はしたんやろうなその上で高校入れてないっていうバカな方の高校に来ちゃったっていう <laughs> 学力の低い方に来ちゃったっていうのは。うん うんまあ、確かにあんまり見ないなでもそういうところではすげえリアルではあるなそうだねどこ,理<想> <laughs> どこまでがさどこまでがリアリティあるか,かあの現,実現実に忠実か知らないけどはい、はい、例えば監督があえて家を訪れてうち<あ>に来ませんかっていうような。ああああ あのアクションを見せるようなか <laughs> 高校がはい、はい、そもそもめちゃめちゃ学力が高いのはおかしいじゃないですかスポーツで確か、ね、どうで言うと、お前だって入られへん可能性が高い、ね、のが高いところでああいうアプローチって、うん、あのそれやったら先に学力を見なきゃいけないからああ、はい、やって家まで訪れるんだったら。 あのシーンが本当であれば実はその学校自体の学力ってめっちゃ高いわけではないんやろうなと思うんですよね。そうなると、飯塚翔平やしそこにも入れないあの繊細さであの繊細さで。そうやねいるけど。実際いるから余計にから面白くはあるよな。だからそれでいうとさ、日置、最後にホームラン入った日置も。 結構ね頑張って頑張って毎日練習休まんと1人でスるようしてやってて何やったらそれをバカにされてるって弟から言ってたけどいじられるとぼっちのやつやっていうそいつが金髪っていうのも見ないねキャラクター設定として。 そいつが弟と割と仲悪くないっていうのはあんま見ない、うんうん、見ないよね <laughs> <laughs> で。で弟は弟でめちゃくちゃ野球に恨みあるかって言ったらそうでもないっていうね <laughs> それを見ないよねまあだから見ないというかっ、うんうん、ていうかほんま現実の話実としてはう,んそう,だ,ね、そうだからだそういう意味ではやっぱりこの自分がもし高校野球の監督になった時にめちゃくちゃ参考になるドラマやなとやっぱり思いますね。うん、あそこに 落落ちち着着ききはますそれはそれでなんか自分がもしその立場だったらっていうのでドラマを見ることってあんまないのでちょっとそれは共感しにくい感覚ですけどね僕はやっぱり一話としてインパクト強いなとすごいなと思うことが精一杯かな俺はう鳥谷選手出てたらな それだけで結構インパクトあったなインパクトありましたありました1話のインパクトとしては強かったです鳥谷選手出てんのはそうですかかっこいいですねそうですねはいかっこよかったですねはいまあそうやねはいまあまあそうやねまあ現実には無理やけどな現実には鳥谷選手はまあ無理よねうんはいはい草野球にはねまあまあ分からんけどさうんまあまあはいんですか鳥谷として出てないやろ えっと、下河原雄一として。じゃ、あ別に役者、役者として出てるってことでしょ実際いた人の、だから、下川。いや、どうなんですかね。この辺り、どうなってるんやろうな。まあ、ちょっと難しいね。まあ、高校野球、野球部の人はね、ほん、実際いた人っぽいけどね、本当にね。あ、そうかもしれないね。いや、まあ、だから、いや、たの、う面白そう。今後も。その気になる部分も。ああ、二は見ます。二はもう見るんじゃないですかね。だから、一は、そうやな。うん。 1>, 1話見たし2話も見るかなって感じはしますけど,などあなたは何ですかその1話が最高やっていうことでしょ、うん、その中でも特にっていうことにもなってくるんですか、えっと、1話が一番面白かったのは、はい、面白いというかインパクトとして僕が持ってるのは。はい うちの弁護士は手がかかるなんですけど、ああはい見てないっす面白いですかこれはすごくキャラクターがあの強いなと思っててはいだからこそ一話の衝撃すごいしめちゃくちゃ面白かったんですけどはいま二は見ないかなと思ってますあそうえそうなのはいなんでめっちゃ面白いっすよめっちゃ面白いんやうん二は見ろよ見ないというかまあなんだろう気になりはしないあそうなんうんうん気になりはしない気になりはしないかなまあ 抜けてもそんなに大丈夫要は気になるかどうかってやっぱり僕の中では何かが解決してないことがあるかどうかなんですよね面白いかどうかではなくてだからそうなると一番今期のドラマで次が気になったのは「ワンデーですああ「ワンデ d ね「ワンデーはでもそうですね気になる要素は強いですそう「ワンデーは別に面白いんやけどそれとは別で気になるところがあるから確かにね そう,うなってんだよどうどうこ、誰がやったんやろっていうのがあるじゃん。はい,はいはい、はいなるほどね。うん、プリズンブレイクがじゃあ一番気になるね、あなたはいや、プリズンブレイクは気になるか。プリズンブレイク1話見たら止まらんやろ。そうやったっけ、うん、あれ,あれだって別に犯人とかあったっけ犯人とかないけど、どう脱獄していくんかなってあったと思うけどな、なんか。ああ、そうやな。どうなるんやろうは常にあったと思うし、なんかこう、すげえ危ないやつとかも出てくるし。 唐突出てくるのは次気になるつ要素じゃないかよ大丈夫かなって思わへんかな思うかな思うねんけどなまあまあそうかまあでもワンデーは確かに気になるところ気になるじゃないですかでこの弁護士は弁護士がめちゃくちゃ主人公が魅力的なのでキャラクターがめちゃくちゃ強いから一番なんかその衝撃度はでかかったかなと思います魅力的それはまあ多分 うん、主役の人間の強さも大いにあるんですけど多分平手さんがすごく強いなと思いましたねああ<ー>うんそうか強いだからそのキャラクターとして一番魅力的なのは平手さんっていうことそうですね、えー、だから代役割と聞きにくい役かもしれないねあそうなんですか代、うん、役聞きにくい、うん、演技がすごいってことですか演技がせよすごいなんなんですかね演技がせよう <laughs> <laughs> そうかった海を渡ったな一瞬なんかコリアの方に行った感じし所属事務所の問題なんだそ演技がせよ平田さんねそこははいはいはいまあねそうかそうか演技がせよ演技がせよですまあ見てもらえばわかる言うよそうなるほど言ってしまうとそうかまあやっぱそこはねすごくなんてえよりな演技がせよ 何言ってんのそれプランテーブは演技性をそうは言うてないですけどそれに近い近いかなと思いますやっぱりまあやっぱ言ってさ今所属してるプロダクションは日本の会社やけどもそこのねそこを作ったのは廃部ですから廃部に所属してることを考えるとそういう。 言いたかったわけじゃない。事務所の人からも言われてるもんね、たぶんね。言われてるか知らないですけど。言われそうじゃないそうですか。なんかすごくそこの魅力をあんまりこれまでグループの時とかそんなに意識して見たことなかったんですけど、すごく思うとこですね。平さんができる 平津さんやからこそなんか成り立つ演技でしかもそのキャラクターに魅力があるっていう気はしましたね見てて、うん、あんまりそこ一と言考えないけどはい、はい、ドラマ見てる時はまあ割とこう本当にあったこととして見るのではい、はい、その時は考えないですけど、うん、まあ見終わった後に一話として一話を。 愛すする者の一人としてそうなりま珍しいですよねあなたがその演技がせようって思うので「あせよ」まで言うとそう珍しいかもしれんけど <laughs> いつも普段はね、うん、ドラマだけでドラマせよ、うん、ドラマせよってことやもんねそんななどうなんですか、ね、<laughs> そんなあなたが、ね、演技がせようって思うのは結構珍しいことなんじゃないの、うん、かもしれないですね、うん、なるほどねちょっとでも興味は湧きましたうちの弁護士は手がかかるまあちょっともともと見たかったし録画もしてるんですけど、うん 見てないっていう状態なんで見てみようかなと思います。録画スタイルですか。録画スタイルです。いいんじゃないですかね。うん。いや、面白いですよ。ああ、そういで。うん。いいですね。2話が出る前に1話を見た方がいいね。2話。言えることは。ああ、いや、それはまあ別に2話出てから1話見てもいいけど。いや、よくはない。いや、いいよ、別に。で、その後と2話見たらいいや。まあ、面白い。それは、録画してるからっていうことで言えてるんだろうけどね。 ああだからティーバーとかやったらってこといやっていうかなんかそのさっきの勢いどうしたと思う9時までにヘッドスライディングするやつの勢いどうしたと思ってしまうそれ下克上9時やからそれはそうねそうなのうん下克上9時やからそうなるのよらうちの弁護士は手がかかうではちょっとヘッドスライディングができないできないですできないですできないですできないねうんああなるほどねまあねまあでもその 楽しみで言うと一話の楽しみで言うと一番そこが面白かったか応な弁護士はかそうかああなるほどねまあそうねワンデーはやっぱ気になるし一番好きな花も面白かったしでも昨日あれ見ましたよ「こたつがない家」の一話を見ましたけどまあえっとんかこうんかね力抜いて見れる感はあるしずっとこの何やろうな何ですか だん旦那が、うん、旦那に感情いくなでもあの,あのドラマはちょっとバカ<ー>バカだねっていうか,なんかう <laughs> ちゃんとせえよっていうか、うん、多分結構みんなそ,そうなりそうな気はするというか割と感情いくかな感情いくと思うけどじゃあ感情いく腹立つとか,なんかこうちゃんとせえよとかそういう感情が結構旦那にいきがちなドラマ、うん、だから意外とそのあの 主役感があるよね逆にに<ー>そっち側にもダメ,ダメやけどもそうそうそう、うん、っていうのがあるから、うん、まあ割とそのそれで見てしまうところはあったから、うん、そうやねあとまあそうねあとまあ息子の方、うん、感情移入はなんか誰にするかって言ったら、うん、なんかいい年して恥ずかしいけど、うん、息子にしてしまうわ感情移入は、うん、まあでもそれもない な,いことはないで普通に何かこうまあ素のスタンスというかね、うん、っていう感じで、えっと、物事を見てる感じはするからまあまあ息子に感情移入して家族内の出来事は結構みんな見ててで、ねうん、親父やじやなって思いながらちょっと見てましたかね息子に感情移入してさ、うん、なんかちょっと一個だけ僕も一瞬思ったのがさはさ、はい、昔やけどさ、はい、学校でさあんかそて女の子いたじゃんクラスみい、はい がイヤホン持って逃げてさ<ん>どっちみたいなやってたあれってさ<ん>マジで自分がいいと思ってない子はい、はい、何にも思ってない子で<ん>別に可愛い,いとも思わない子にあれやられたらすげえ嫌ってな、うんうん、それすげえ嫌ですよ、うん、で周りは見てるっていはいはいはいお前いたずらな態度取るなって <laughs> 言いたくなるような <laughs> 俺にいたずらな態度するな <laughs> 気はないからってはっきりさせたくなるような <laughs> でも、しないよ、この場合はちょっと気があるって感じもするそうですね、成立してますよね、ここはね、その態度が。だから、基本でもそうじゃない、女性もさ、さすがに自分に気があるっていうやつじゃないと、いたずらな態度は取れないと思う、あんな天真爛漫な感じで。それか、女性としての自信がそうさせるっていうのはあるかもしれない、どねあね。 そうかモテるっていうとこでパワーがあるとね。なるほどねモテるっていう人やったらそうかモテててやってきて自分は気合わないみたいな結構レアケースになっちゃうけどねそうなっまあモテないモテるわけではないし別に気もないっていうけどあれをやることで気が。 モテる人があれやっててうまくいってんのを見てやるみたいなことになってくるとすげえいびつになるじゃないですかそうですねそれはすごくいびつになるし言いたくなるよねそれはねそういう絡まれ方したようななんとなく過去にあったかもなっていう気がしただけ気がしただけすげえ嫌やったなって思ったああなるほどそういうこともあったかもしれんなって思ったっていうことそういうのあるよねドラマ見ててーン見ててはい ちょっとわかりますよ。それは。うん、まあ、思い出せなかったけど。ああ、実際には。うん、ああまあ、でも、確かに、でも、それを言われた時に、割とすぐにイメージだけはできたな。はい、うん、でも、別に俺もよく考えると、ないなって思うけどね。 でもこれドラマこそ1話めちゃくちゃ面白くてもさに、うんうん、特に何か気になるわけではないじゃないですかマジで何も起きてないよねだから旦那さんに離婚を進めて離婚をうで、ねまあ、ってみたいうところだけが物語のこう進んでいきそうなところな気はするんですけどお父さんももうすでに熟年離婚してるしなんかこの家族のやり取りを楽しむみたいなドラマなんかなっていうふうにそれぞれの立ち位置が変わる、はい、あの全員で机を囲んでるところは結構おもしろくて。 テーマテーマでちょっと敵味方が変わるみたいなはい、はい、で、男が割と、はい、あのなんだろうな。それぞれ別の違う問題抱えてる、うん、ところがあるじゃないですか。はいはい、うんだからそこまあ、全て。 そこをどうするかってことだもんね、これ結構ね。そうだね、まあ、そうだね、だから、問題抱えてる男しか出てこないよね、ほとんど。そうですね、特に家族はね。家族。で、ホランさん演じる、か八つかの彼氏もそうやし、確かにね、めちゃくちゃ働いてなさそうやし、ここはね二級建築士って持ってたからね、あ、そうですか、二級建築士持ってました、勉強の。 勉強のね、ドリル持ってましたドリル持ってましたが、その一級じゃないところが。建築士を目指し勉強中ってところが、はい。二十七歳っていう。ああ、絶対で。なんか絶妙で。で、まあまあ。 バイトも休むというううねねねいいとこでですすからそやまあ2級もね大変やと思いますけどねまずは2級からでしょうそうですねでも結婚相談に来てる人とか面白かったですね結婚あじゃあウェディングのプランを立ててる人あはいあのどっちですかウェディングプランの相談をしてる夫婦夫婦でえっとんかこうご主人は あのキャンプが、ね、そうだね、アウトドアに見えへんかったよんで、肩にはまってるのがご主人は嫌いやというところを言ってて、はいはい、だから、えっと、今の会社も、えっと、服装とか髪型自由なところを選んだんですよっていう言ってたけど、服装とか髪型とかめちゃくちゃあの制限されててもいけそうな服装と髪型のやつが言ってんなっていう <laughs> キャラの珍しさはちょっとあった。<laughs> フィクションやのりね <laughs> こいつ服装とか髪型とかどんだけ縛られても問題なさそうな髪型やのに <laughs> 服装も大丈夫そうやのにそうやね、うん、ちょっときあのあえて自由なところ,ろ、うん、保険かけすぎな気がするそう大丈夫や<変>心配すなしい心配性すぎるやろ。<laughs> <laughs> っていうなんかこの、うん、でもまあそういうのを言う人は意外とそういう見た目やったりもするみたいなこともあるじゃない実際では、まあ、厳しい中学校でもあれはオッケーやもんなそう厳しい <laughs> 眉毛にかかってない前髪耳にかかってない襟,襟にかかってません大丈夫やねあの髪型厳しい中学校で <laughs> 坊主の中学校だけあれあかんの おまけ長いぞって言われるの <laughs> そうやね<あ>ましてや社会人だったら全然オッケーそう絶対大丈夫やけど、うん、自由なところを選んだんですよねって言いながら「うん、大丈夫よお前は」っていう見た目やからそれが良かったですよなんか見てて嬉しかったなんかなんか面白かったちょっと、ね、なんかその、うん、ほんまにありそうな違和感が面白かった <laughs> 確かにねそれはまあ好きで、うん、好きなところでしたなるほどね、はい、ちょっと思うところあってそれは、はい、まあでもやっぱり1話っていろんなことがこう発見できたりするじゃないですかは、うん、はい、はい だから面白いですよね。そうまあまあ、うん、面白いですね。まあなんからキャラクター誇張されてる分やっぱり感情生きやすいってのもあるし、まだ、あ、さんの方に。う,ね、うん。だからまあ慣れる前ですから、結構キャラ、うん、ドラマに出るキャラクターって基本的に強烈な人が多いと思うから。そうだね。うん、からかも。うん。うん ま、な慣れる前やから、からそれ2話、3話見ていたら慣れてくるけど、慣れる前やから、余計刺激は結構強くて、面白いかもしれないですね。割と待ったなしじゃないですか、ドラマって。はい、まあ結局、テレビですから、ヘッドサイディングせなあかんもんね。映画と違って、うん、まあお金払って、絶対2時間な2時間、絶対見ていくよってことではないから、はいはい、途中で変えられるかもしれないし、はいはい、次の週に。 はい、また見せるような仕掛けも入れていかなきゃいけない、その中で1話に早く心をつかんで、ずっと見さすということを約束しなきゃいけないっていう、<laughs> 誰<て>視聴者と、<laughs> 絶対見てくれよなっていう、<laughs> そこをやると考えると、1話って本当に大変やなと思います、ねはい、大変ですね、うん、大変やし、大事なところなんじゃないですか、1話って。そうですよね、うん そういう意味では本当一話魅力的だなと思いますね。まあ,まあそういう意味ではね、うん、はい、うん、まあわかりますよ、はい。まあ、最終話もいいけどね。最終はまなんかその結局ああのドラマ面白かったなっていう最最後にさ、と、うん、いうかその心に残るというか、うん、っていうところをにになってる気がするんですよ、ね。そうですね。うん、だから一話とはまたちょっとこうなんだろう、になってるものがさ、うん、なんか違うというか。まあ最終話まで良かったらその、うん。 スタッフが集結したドラマとか見たくなるしあ,あとまあその人にそのキャラクターの役者さんにキャラクターのイメージがついて、うんそうね、みたいなこともあったりするような、うん、最初で、ね。 あと絶対もう見ないって思われるのも最終回ね最終回でねめちゃめちゃ気になることをさめちゃめちゃやってやって最終回で解消しないってなったらちょっと余されたかもそうですねこれまでいくら面白くてそうやねこういうの2はもう見ないとかもあったりするよね逆に見るかもしれんけどねどうなったかっていうのでねまあねまあまあそれは最終回は最終回でいろんな役割を果たしてるしまあ 最終回派もありま,ますよ。それはより作品性が出るのが最終話やけども、はいうん、いろんな各所というか、はい、いろんなまあ仕事としてというか、はい、まあそれこそそのなんだ、いろんな思惑が詰まっているのが一話だと思うんですよね。うんはい、そうかもしれないね。うんうん、仕掛けが多い,い。視聴率も取ら取るっていう金も、はい、取らなきゃいけないし。 気にならす仕掛けというかずっと見てもらう仕掛けが多かったりとか、うんまあ、えっ、ー、と,、うん割とね、誇張したシーンというか、ね、キャラクターを誇張できるシーンがあるのは10話ある中だいいね10話ある中でやっぱ1話があっての続きやったりもするからさ<ん>徐々に視聴率を上げていくドラマはあるけども、うん、基本的にはやっぱりそのななんだろうなめっちゃ低いところからさ、うん、もうバ化け物みたいに上がることってなかなか期待できないよね。はい そのテコ入れってなんかもうテコ入れたら基本ドラマって変になる気もするしさ話題性とかになるってことじゃないですか派手さとかだからんか漫画とかの方が終わりがないだけに最初人気なくてもどんどん面白くなっていくのもあるしあそうですねうん入れは漫画の方が多そうな感じしますよね普通のテレビ番組普通のっていうかバラエティーとかはい情報番組とか別の番組もテコ入れしてどんどんこう良くなっていくよくなるというか 上がっていくものはあるだろうけどドラマってもう終わりも決まってるしちょっとそこ難しいじゃないですかおそらくだから一番のこの勝負感というかかける思いみたいなのが一番こうんか読み取れる気はしててなるほどヒリヒリするヒリヒリするねワクワクさせてくれよ冷や汗かきながら見れるそういう意味ではまあそういう見方であんまり見てる人少ないかもしらんけどまあ見てるときはそうは思わないんだけどそうですか 見終わった後にねまあその見方はでもちょっと楽しいかもしれないね冷や汗かきながら楽しいかなそういうねところも一話はあるなとは思うのはいはいまた何かいい話あったら教えていただきたいなそうですね一話これが一番良かったですっていうのを教えてほしいなそうですねまあ今聞いて確かに弁護士は見たいなって思ったし一話これが良かったですよ ぜひ教えてくれそうですね今言ったやつ以外の中でも何かあるのは皆さんもコメントいただけたらなと思います。1話見ない派っていう人もいるかもしれないしな逆に辛すぎると1話は。1話から見るんですっていう人もいるかもしれない結局情報量は追いつかなあかんけど話題になってから見るっていう人もいるやろ3話からでも気にしないみたいな。 だ漫画もたまにさ、なんかどの巻からでもどの順番でもいいよって言ってる人とかたまにいるよね。うん、いや、それはお前つきやってる人、変よ、それ。変すぎるよ。<laughs> 一,巻一巻の一話からがいいよ、漫画は。<laughs> 絶対。変すぎる。変すぎるから。ああ変すぎる。 よね、うん、うん、まあ大南部とかある漫画やったらその,そ,その南部の1話かなとかでもせめてやった方がいいよあ全部3割くんとかやと思ってんちゃう <laughs> 全部コボちゃんとか3割くんやと思ってんちゃうのその人変すぎるよ漫画の楽しさあ漫画の楽しさ全部それでしょコボちゃんは別に何話から見てもいいコボちゃんで大丈夫よ <laughs> う、うん、めちゃめちゃ把握しやすい <laughs> 借り上げの子供が 家族となんかみたいな漫画やからはいこうじゃんねいつかでも大丈夫はいでも4コマは順番に読みたいよ4コマ順番じゃなくていいよ別に適当でいいですけどねコマもコマは順番じゃないとダメそうですね4コマだけでやったらもうちゃんと上から1コマずつそうですよね読むべきやなと思いますけどそう思いますよはいまあその媒体によって楽しさって違うからねどうやって 見ていくみまあね、4コマはやっぱ1コマ目から4コマ目読んでいくのが面白いしな。まあそれは絶対そうですよ。そういうふうに作られてますからね。いや、絶対そうです。はい。というか、漫画は基本的に前から読んでいこう。物語もそう。大体1話から見ていこう。それそうですよ。それがいいですよ。はい。ということで、はい。また1話の話もね、最後だと思います。なうです次話話のままあのあの ものによってはね、はいはい、あの知らない一話があるかもしれません。あ、そうです。あ、そう思います,のでです、ね。はい、お願いします。はい,い。それではまたごちそうさまでした。ごちそうさまでした。